女だけが住むピフパフポルトリーの国。この国に住む人々は算数や国語の代わりに子供の頃から魔法を習います。だからみんな魔法が上手でした。ただ一人例外を除いて。お腹が空いた。ドラクエってなかなかやめられないのよね。夢中になってしまってつい時を忘れてしまう。でもお食事だけはきちんとするの。だってドラクエって体力が勝負なんですもの。さて今日は何を食べようかな。そうだ、ドラクエにちなんでスライム料理とシャレ込もう。ピフパフポルトリー。はぁ、失敗失敗。スライムはやめて、今度は爆弾を出します。ピフパフポルトリー。私、魔法の作用ないみたい。やあ、ウチ、久しぶりだね。あら、バッテリー、あなたが戻ってくるのずっと楽しみに待ってたのよ。遅いじゃない。ごめんごめん。地球とピフパフポルトリーは2万7千光年も離れてるからね、いろいろ大変なんだ。でも、ウチのために運んできたよ、ゲームの情報。ありがとう、バッテリー。わはははは、照れるな。よし、張り切って紹介しよう。ファミコン、PC、ゲームボーイ、セガにネオジオと豊富な品揃え。最初はゲームレビューのコーナーだよ。うん、新作が出るたびに発売元が違う超人気シリーズ。え、ほんと？ベニヤ板に書かれたかき割りみたいな塀がチープシックでいい味出してるね。お金がもらえるのはイベントクリアした時だけ。いくら敵を倒してもノーギャラなのが悲しい。忍者龍拳伝2。1ではできなかった張り付き中の攻撃が可能になったのだ。操作性は文句なし。分身の術などの新アイテムも加わったし、相変わらずシネマディスプレイはめちゃんこ綺麗なんだけど超むずい。マニア向けだにゃん。デジタルデビルストーリー女神転生2。前作で人気を博した魔獣の合成。今回は魔獣3匹の合成になってより面白くなった。自動的に来た道を引き返せるオートパイロット機能など新しいアイデアも満載。パチパチ。ウルトラマンクラブ2。帰ってきたウルトラマンクラブ。スペシウム光線などの必殺技がアニメ処理で見られる。これ最高。 FF タイプの展開で最初から海の上を飛べるので移動のイラつきも少なく安心して遊べるよ。クオース。テトリスのおかげさまソフトだけど悔しいことに面白い。強制スクロールしてくるブロックにシューティングで小さな破片を足していき四角くさせると消えるという仕組みなの。単純なルールだけど結構ハマるんだよね。これがゴッドスレイヤー。ゲームバランスはいいんだけどオリジナリティに欠けるにゃん。でも波動砲を撃った時はかなりの爽快感。メタファイトとイースをやってない人はどうぞどうぞやってみてくらはい。SD バトル大相撲。キャラクターゲームとしては平均点。いろんなヒーローたちが相撲を取るとこが売り。ウルトラマンと仮面ライダーが戦うなんて考えただけでワクワクしちゃうね。なんて言ったってベースボール。
おなじみファミスタタイプの野球ゲーム。ファイブストライクでアウトとかルール設定をいろいろ変えられるのがおしゃれ。データルームを入れ替えれば新しいデータで遊べるっつうのはグッドアイデア。ただ外野手の肩が弱すぎるのが難。黒金博の予想大好き勝ち馬伝説。これはゲームじゃない、競馬の予想ソフトだよ。ベータの他に楽しいイラストがあったりしてとっつきやすい。マニアックなレベル A の他に短時間で入力できるレベル B があるんだけど、親切だね。パワーブレイザー、会議の席上でロックマンみたいなゲームを作ろうという話し合いが行われたのではと思うぐらいロックマンにそっくり。ただ作りはしっかりしているので、それなりに遊べる爽快アクション。爽快？カゲロウ伝説。操作に慣れたらもしかしたら面白くなるのかもしんない。過去の作品に例えるならスペランカ、チャレンジャー、影の伝説、ケルナグール。どうも当たり判定がアバウトみたいよ。馬券必勝学ゲートイン。これまた競馬の予想ソフト。黒金さん家に比べると作りがすんごいシンプルなのだ。データ重視で娯楽性を排除したって感じ。この2本の評価はあくまでバランス面だけ。さてどっちが当たるかなと。イース2。嬉しいことに2ではアドルが魔法を使えるようになったぞい。移植度はというとパソコン版は自然にレベルアップしていくって感じだったんだけど、ファミコン版はバランスがいまいち。でもそれ以外は見事にファミコナイズされてるぞ。迷宮島。昔懐かしのペンゴと言っても誰も知らないかな。その流れを組むアクションパズルゲーム。面繰り型でラウンドは全部で90面以上。ゲーセンの移植だけどアーケードにないストーリー設定が楽しいよん。飛竜の剣3。前作とゲームシステムは同じだけど新たに AI 知能が加わった。これはプレイヤーの腕前が上がるとそれに合わせてコンピューター、つまり敵キャラが強くなるというシステムなのだ。末永く遊べてお得。チップとデールの大作戦。落ちているリンゴや箱を持ち上げ敵に投げつけて倒すコミカルアクション。夢工場パート2かと思ったぞ。ただ2人同時プレイだと相手を持って運んだり投げたりできるので目新しい感じ。ゲームパーティー。ココナッツジャパンお得意のパーティー用ソフト。1本のソフトにエアホッケー、ピンボール、バスケットボールなど6つのゲームが入ってるのだ。お友達がいない人がやると心にピューピュー北風が。アドバンストダンジョンズ&ドラゴンズヒーローブラン。コマンド関係が整理されてないので装備の時わけわかんなくなっちゃった。操作法